警察。それ何してんだ。警察？うん、見た。よかった。警察でーす。こんにちは。この人配達に来たみたいなんですけど、耳が聞こえないみたいで。気づいてないと思ってずっとドア叩いてたみたいなんですよ。そうだったんですか。念のためにお名前と電話番号をよろしいですか。はい、吉田かの電話番号は090。それにしても怖かったね最初。あの配達員なんか変じゃなかった。うん、もう警察の人も大丈夫って言ってたし。考えすぎだって。非通知。もしもし、かのんちゃん、ごめんごめん、急に心配になって。誰ですか。悲しいな、さっき会ったじゃない。僕だよ、僕。